りメインイベントアニソンライブ第1弾天体摂氏サンレッド轟き豪華絢爛歌謡祭いよいよスタートです。それでは万蔵さん、森野熊八さん、柿島真さんお願いいたします。こんにちは。自分でします。自己紹介します。自己紹介します。勝てた。万蔵です今日はですね、天体摂氏サンレッドに、まつわるまず、フェスティバルからということでございまして、私一人では成り立たないのでですね、あとお二人の勇者をこれでちょっとお招きしたいと思います。柿島真嗣さんと、森野熊さんです。どうぞ。ど
もこんにちは、上島真嗣です。こんにちは、どうも。早くおじさんです。いやいやいや、食べましたね。なんでそんな離れるんだよ。いやいや、ちょっと司会者っぽく、ちょっと司会者っぽく、うん、離れてみようかな。まあそんなね、はい、まさか大丈夫、息ヘロヘロだっけたら大丈夫。そこは突っ込まないでみんな気をつけろって言ったけど、自分が一番気をつけないといけない。ちゃんと水分取ってね、後でね。はい、はい、豚汁がここからあのいっぱい出てきたってくる。はい、ありがとうございます。締めない締めない、まずはご紹介から。ご紹介、はい、柿島さんはこの、はい、テナセンス3レッドで何を、はい、僕はね、あの劇中の音楽をやらせていただいております、うんうん、劇版っていうんですね。劇版っていうんですけども、サウンドトラックにあの CD になってるんですけども。あ、今日あるでしょ。今日はね、あります。あ、ないんですか。今日ないらしい、ないらしい。あ、今日ないんですね、うん、でも今日はあのみんなで歌った CD がありますもんね。そうですね、水の口のね、豪華絢爛のやつが。そうですね、熊橋さんもたくさん入ってますよね。いや、たくさんで2曲しか入ってない。その通りなんですけど。いや、ちょっと持ったそして、はい、森の熊橋さんは。私はですね、あのアニメ、はい、天体戦士サンレッドのアニメの中でバンプ将軍が料理を作るシーンの、うん、手たれ、手たれなんですね。あの料理は実は私の家で、私が割烹着着て全部私が作りました。すごい。一番驚いたのはね、はい、食パンにシューマイ挟んで横浜サンドだった驚いた。それすごいですね。これ私やっていいのかしらと思って顔が映んないっていうから。なるほどね。それをやって、いや、あのその手の部分やるっていう条件で、はい、やるんだったらエンディング歌わせてやってもいいよって言われた。それがバーターだったの。そう、エンディング歌わせてもらうことになったそうなんだ、すげえな、その交換条件。満足何してんだっけ。だから今歌ったじゃん。歌ったの歌うまいよなあ、本当ですか、ありがとうございます。いや、満足は歌うまいですよ。これでほら、容姿が伴ったら次のチームに入ってたかもしれないね。そういう、あの、やめましょう。喧嘩になりそうなことやめない。そんなことです、はい。さっきも毛根の話してましたもんね。あの、毛根が死ぬとかね。あ、すいませんね、話が分かりにくくて。分かんないかも。申し訳ない。あのね、あの、蒸発の方がいっぱいいらっしゃると。そうそうそう。アニメの方にはね、うん。あれやると毛根にダメージがあるよって話をこっちの2人が。やめてよ、俺もしました。もういいですか、そんな話。はい、やめましょう。はい、あの、進行もありますからね。はい。じゃあ、僕も歌わせてもらってんで、次は、そうですね、俺の熊さんに歌っていただきましょう。はい、それでは、鳥単語なめ。イエーイ。卵白と生姜汁片栗粉入れてごま油を入れてよく混ぜたら手の中で丸めてさあ、アクと油取りながら団子鍋で煮込むのさ。入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。鶏肉もひき肉も丸めの団子、鍋に裏のパクッと垂れた上顎焼けとして変わったランチ。締めにはうどん
けて団子取り団子鍋食べよう。に熱い馬で涼しげなシャツ、いやどんどんない、これ涼しげですかね、涼しげな、ね、何着ていいか分かんなくて、いやまさかカーテン着てくると思う驚きました。じゃあ柿島真嗣君お願いします。ちょっと絡まないですか、いいですか、絡まないですか、なんか絡むでしょ、いや絡まなくて、絡まなくていい、どっちだよ森の熊さんに大きな拍手をありがとうございます。僕なんていうんですか、オープニングもエンドも歌ってないんですけども、挿入歌を何曲か歌わせていただいて、ご存知ですか挿入歌、いろいろあるんですが今日は鳥取の歌を歌っちゃおうかなと思います。皆さんよろしかったら一緒に歌ってくださいね。それじゃあ聴いてもらいましょう、鳥取選手叫んのテーマー、イエーイ、いきますよ、叫ぶ叫ぶ叫ぶ、胸に輝くはエースの持ち、叫ぶ叫ぶ叫ぶ、鳥取のヒーロー、心に込む砂漠が歩いて知ってるかい、すぐ出せもっと負けるな、ラクダもいるんだ、頬が落ちるよ甘くて中心なんだ、この種を、hey! 叫ぶ叫ぶ叫ぶ、胸が高鳴るでシャンシャン祭り、叫ぶ叫ぶ叫ぶ、鳥取のヒーロー、 Yes! 叫ぶ、このルートに来たなら鳥取へ行かなきゃ、すごいなぜ温まるだぜ温泉をよ、お肌がツルツル三笹温泉、ラジオが聞けるんだ、どどど止まろう、サキューサキューサキュー、肩まで太郎でポカポカだぜ、サキューサキューサキュー、鳥取の日が入ってる都道府県はすごいだぜ、北海道と鳥取だけだよ、山陰の松島裏止海岸、島だけとそこ絶賛ゴボゴンシャメを一緒に叫ぶ叫ぶ叫ぶ、みんなで島巡り揺らせんで、叫ぶ叫ぶ叫ぶ、鳥取のヒーロー、叫ぶ叫ぶ叫ぶ、胸に輝くはエースの文字、叫ぶ叫ぶ叫ぶ、鳥取のヒーロー、叫ぶ。どうもありがとうございました。 Thank you。 イエーイ。いやいやいや、まず喋る、ちょっと喋る、お、満足、万蔵君です、大きな拍手を。これあとで着替えてきて、ね、あ、万蔵君いいね、これ、うん、これいい、これ何、これから説明するから、とりあえず着替えてきて、あ、俺着替えんの今、うん、柿島真嗣さんでした。そう、これさっき着替えてきたんですけど、豚汁があまりにすごかったんで、これですね、あの今日のために、これ作った T シャツで、そうでして、これアニマルソルジャー、ここにいっぱいおりますので、そう、あとこれ、あ、持ってるね、そう、手ぬぐいね、これ広がっ、ちょっと待ってね、逆さ、逆さね、お約束、こんな感じです、これ、このフロンターレのこの水色と合わせて、こしらえた、
この手ぬぐいあるそうなんで、暑いからね今日何にしたってね本当にね、汗拭き用に、ね、お求めいただければと思います。せっかくまた出させてもらったんで、もう一曲ちょっと最後っぺでいいですかね、いいかな、いいよ、いいと思ってたけどじゃあやるよ、わかる人は一緒に歌ってね、ミュージックカモン、ウソのくさいオーバーで、サマーは沿いのバカにかけたストーリー、平和を守るためにまた今日も一人の苦情まで腕立てストレッチ、続けても続けてもついえる悪は赤みこでしつこい油汚れによっている、今週の汚れは今週のうちに、ちょちょみのパッパでほら綺麗、ヘイマセイネット、溝の口初の真っ赤なヒーロー Promise to you、 近づきすぎるとやけどするぜ、ヘイマセイ太陽、やつには拳を君には腹を幸せよ、冷めてゆく苦しみの雨、震え火前の光、プリーズ君に涙は似合わない、ほらご覧のスタコダシを虹の分厚い、またやつらが連中が今日もやってきた、連絡もなしに5分遅刻でやってきた、社会人の心へ教えてやるぜ、究極形態ファイアファイアと、本当のところは好きなヒーロー From the end of the day、 小さく鍛えてる君は眩しい太陽、天気の味方もあるです。聞こえましたね。聞こえました。聞こえましたよ。爽やかな。そう。ね。これから24時間走りそうな。何の？色が違いました。来ました。そう走色が。走る。走る。もうすごい汗中顔だらけみたいな。逆ですね。汗だらけです。逆ですよね。はい。な俺喋ってていいの？いいですよ。もちろん。柿島歌ってた砂丘。砂丘はいはい。あれね、いい歌じゃない。いやいやいや。
りました。それやめてすごい楽しいし、はい、これはちょっとみんなに聞かせたい。ありませんね。あ、本当になんかありがたい。すごいカラオケで、はい、いやちょっと皆さん聞いてください、すごいいい歌があるんですって入れたら一番しかねえねん。そうなんですよ。驚いた。いや僕おかげでね、100点取ったことあって、カラオケで。まあ本人だから納得っちゃ納得だけどね。びっくりしちゃって、100点でなかなか取らないね。びっくりしちゃって。あとは万蔵の話は特にないんだけど、ね、なんだなんかない、ない最近万蔵でもこの、溝の口太陽族を作る時に、うん、なんか通ったんでしょ。そう、こたまあたりにいわゆるロケハンってやつで、ね、僕、ね、現地であちこち回って、万蔵君あのスーパーカブっていうの乗ってるんですよ。わかる、あの銀行員の人のお蕎麦屋さんの。そんなにスーパーカブが似合うミュージシャン初めて見た。しかも俺スーパーカブですごい荷台がついてて、あの信用金庫の人があのほらお得さん前にする時あるでしょ、後ろにブリキのあれがついてるの。であそこにギターのエフェクターが入れてるから俺。そうっていうの大丈夫。それ自慢。自慢。すげえ。若干みんな弾いてたけど、ね、すげえ。ちょっとせっかくなんで皆さん、あの柿島さん今年デビュー20周年じゃなかったって確か。そうそうなんです。すごいよね。いや熊橋さんね、先輩前にしゃれなんですけど、うん、デビュー20周年を迎えることになりまして、そうなんですよ。だあれなんか言わないの。あ、いいんですか言っても。 いいですよちょっとぐらい。あの8月の18日に渋谷のオークレスっていうところで、はい、あのワンマンライブがあります。20周年お時間あるからぜひね。はい、あの後で僕チラシ配りますから、あちらで。あのぜひ取りにしてください。ご本人がチラシ当たり前じゃないですか。僕と万蔵君が配ります。えすごいな。やめて。万蔵君と二人で。なんかいいな。マジか。じゃあそのギャラの代わりに俺もう告知していいですか。あ、もちろんでもいいよ。何のギャラ。やめろギャラの代わりって。生々しいか。いや僕今年で、僕は万蔵っていう名前で10周年なんですよ。あ、それもすごいよ。10周年。10月の26日に新宿のフェイスっていうところで、うん、あのライブをワンマンライブをやらさせてもらいます。おお。10月の26日土曜日で。え、8月の18日。それは会議させないでね。ごめんごめん。誘導しないでね。ね。ね。さあ、熊井さん何十年記念ですか今度。何年ですかね。30年は超えてますね。すごい。優に超えてますよね。優にっていうの。あ、でも何年ぐらいやってますかね、もうね。何年やって、僕今年51ですから。今月。僕が、あ、今度予定ちょっと言っていいですか。あ、もちろんもちろん。今日家帰って夜晩飯何行こうかな。ねえ、それ告知じゃないの。告知って言わないから。もちろん、ね、もちろん、ちょっと俺はブログに書いてください。もうちょっと先、はい、もうちょっと先なん、18日が、はい、誕生日。おお、7月の51。18日っていいナンバーですよね。うん、なんか誰か18って言ってたの。さっき8月18日言ってたから。8月18日。すいません、また言っちゃったの。誘導しようじゃないですか。8月18がなんだっけ。僕のワンマンライブです。うん、パーッとそろそろじゃあみんなでもう一回。そろそろじゃあみんなで。いやいや、ごめんなさい、もう一回ちょっと歌ってもらって。万蔵はね、はい、あの進行が雑。いやいやいや。そんな強引な生き方初めて聞いたわ。ダメ。まあいいけどさ、すいません。それじゃあ、ここ2人残るんだよね、ここにね。うん、はい、いや、あの、ま、あの熊井さんの歌に、はい、僕と満足でコーラスを出させていただこうかなと思うんですよ。はい、まあでも CD 買っていただいた方は入ってるんですけどね、はい、まあ、本物が入ってるんですけど、そう、はい、あの曲は僕とね、満足でやもういいですか、はい、歌っていいですよ、やりましょう。そんなわけで、はい、暑い中ね、ありがとうございます。最後の歌は、溝の口フォーエバー。これ最後の曲です。あ、そうだ、最後の曲。そうなんです。暑い中ありがとうございました。ありがとうございました。いつもの道、いつもの重い足取り、少し軽くなる。夢を捨てたわけじゃないのさ、今が愛おしい、それだけさ。事情は知らないが、辛いのは同じだね。
から夜はうなされ繰り返すだけの季節が巡るいつの間にか時は移る夢は遠く去るばかりかいつも振り返れば過去だけは眩しいね一人じゃなかったと納得できるかな、お願いします。さっきあの柿島さんにうっかり発表されてて俺も多分並んで一緒に柿島さんライブのチラシ配ってます。いや万蔵文字があるらしいです。文字あ売ってる場所ね、うん、そう売ってる場所はそこわかるかな、あそこのねあのちょっと薄着の女の子わかるかな、あそこのちょっと薄着の女の子同じに話してんじゃないですか。あそこだ、説明があそこで売ってるらしいよ、テントのね奥の方ですよね。そうあの背中が同じじゃないですか言ってること白いあの背中泣いた女の子あのちょっと薄着のちょっと薄着、はい、かわいい女の子ってます、ね、よろしくお願いします。はい、はいはいはい、そんなことで、はい、というわけでこの後も、ね、楽しいステージを楽しみます。ちょっと暑いですが皆さん水分補給忘れずに楽しんでください。ありがとうございました。万蔵さん、森野雲八さん、柿島真さん、ありがとうございました。素敵な歌と万蔵さんの素敵なダンスもあって皆さんいかがでしたでしょうか。これで、天体戦士サンレッド轟豪華絢爛歌謡祭は終了となります。次回は16時30分から轟アニソンライブを実施いたしますのでお楽しみに。立ち見エリア、サイド一席ともに再入場できますのでチケットを持ってご入場お願いいたします。入場の際はチケット確認を行いますのでチケットを忘れずにお願いいたします。そしてですね、動画撮影、写真撮影、次のライブ禁止となっておりますので皆様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。